どうも、おはよう、こんにちは、こんばんは。いつ見てるかわからないから、挨拶全部。そう、これは元こと光ることことリッチのパクリ。しかもこのフローはハニヤさんとほぼ一致。つまり、俺はパクリの集合体。五大最悪よりも最悪な知的窃盗犯。よう、現実に著作権はねえって押し通す予定。の友成貴弘です。そう。今日は6月19日。父の日でもあり、僕、友成貴弘の誕生日でもあります。そこで今日は、得意じゃないんですけど、ちょっとラップに挑戦してみようかと思います。それがうまくいくかどうか。ああ。ナイフ掴んで突撃。目的は地下アイドル。退屈だってコンプレックス、ドンクレー、苦労して、もぎ取った平安にもどうしても文句出る、気取ったヘイター。すげえリッチでもすげえプアでもない。すげえバッでもすげえグッでもない。すげえ普通、すげえ苦痛、わかるかカルマ、カルチャー、何があるか。何もないのはすごくダサいので、自慢できる不幸ください。なんておもちゃ取り合う、ようなモラトリアム。そこじゃなくここにあるコアトリアル。ワルブル、リコーブル、全部いらないぜ。だよな、ディスペク、ディアマイ、フレンズ、そう。いつだって笑っていた彼は幸せが分かっていただけだった。ねえ。このラップ、確実に指摘流用。でも、やぼじゃねえ。そこ指摘すんの。ともなりたかひろ。文学界のチェ・ゲバラ、革命児、塗り替える各ページ。とか言っときながら全然しない配信。怠惰なニコ生主、そのからくりを披露すると、配信しよう、配信しようと思って早1年、サボってる、ある意味解禁症、でも最近の動画見てますよ。一応、来てます、来てます、苦情が来てます。この頭、気も猛虎もございません。ライカ、マス添え。マジで、荒探しの巻き添え。食らうんだったら、速攻で脱出する、公用車で。根性がね、うん、それで上等だぜ。ヒリッ。